きなりひでチャンネル。木曜日おなじみの日刊スポーツのベテラン記者っていうとね、通り気悪くするんですけど、小谷俊也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週ダチョウ倶楽部のですね、上島さんの話をして、はい、で私の気持ちとしては渡辺裕之さんね、はい、彼のことも聞きたかったんですけど、はい、ちょっと時間がね、はい、なかったんで、はい、まあ来週じゃ聞こうかというふうに思ったんですけど、はい、あれのね、報道が私はショックでしたね。意思しましたなという、はい、報道が最初入りまして、はい、と思いました。それで私、まあ、こう言っちゃ変ですけど、原日出子さんなんか大ファンですから、はい、とってもいい女優さんだと思ってるし、そちらの方はどうですか、取材っていうかお付き合いというか。そんなにここをお付き合いっていうことはないんですけども、別に付き合いっていうなんかプライベートになっちゃって、あくまでもこう別ですから、うん、ね、そんなこと言ったらお前本当に知ってるのかって言われちゃうと何にもね、敵にも味方にもなるわけですから、あれなんですけど、渡辺さんはですね、まあ皆さんよく知ってるのが、リポビタンデーのファイト一発の CM があって、ね、まあ最近では僕なんかね、ゴルフの記者もやってたから、ゴルフがすごいお上手で好きで、みたいですね。非常にこう、原さんが再婚なんですけども、娘さん、自分とは血が繋がってない、はい、娘さんと、あと自分、その後に一男一女ができたんです。非常にこう、横浜の自宅に人を招くのが好きで、バーベキューやったり、ジムのトレーニング機器が置いてあって、ここがドラムセット、ジャズがね、日野照正さんと一緒にライブをやっちゃうぐらい、こう、本格派なんですよ。なんか語学もすごかったって。役者さんになる前に、勤めていて、そこで語学をも学んでっていう、そういう形ですね。拓大かなんかだったんですよね、確かね。はい、そうですね。はい。それでトレーニングジムで亡くなってたっていう、なんか、その前にそういう予兆というか、はい、なんかあったんですか？いや、今回っていうか、今、こう、亡くなったのが66歳なんですけども、はいはい、04年、もう18年前ですか。詐欺に引っかかって、1億円ぐらいですかね。それは、いわゆる、投資詐欺みたいなんですけども、その時は、渡辺さんも、その、結局、詐欺をする会社の、黒糖ではないんですけども、はい、イベントとかにも出てたんで、でも実は、こう、ご自身も、だから、50ちょっと手前で1億円近いお金を取られてる側だったんですよね。で、まあ今60。それやっぱりショックはショックだし。責任取るのも大変ですからね。まあ、責任どうこうっていうことはなかったと思うんですけども、やっぱりこう、ね、僕ね、50で1億円と1億円とか言うと、また大変ですからね。そうですよ、そうですよ。それは大変ですよ。どんなに売れててもね。私は、渡辺裕之さんは全然存じ上げないんですけど、六本木でね、はい、リポビタンデーやってる時にね、はい、すれ違ったことありますね。でも、オーラありました。真っ黒でね。はい、真っ黒で。で、それちょっとラジオで喋ったことあるんですけど、うん、結構反応ありましたよね。うんうん、やっぱり肉体派的な見方もされますけど、愛の嵐というね、はい、昼ドラですか。あれでね、あれがこう、世間的にこう、バッと出たあれかな。私当時こう、小川のり子ちゃんというね、当時子役からこう、したことがなんと、それが一番印象深いのかな。あとは、私はそのドラムのあれで、和派本舗のポカスカジャンっていう、彼らが変な楽器持ってるんですけど、はいはい、バケツドラム、バケツにドラムを組み合わせて、それを久本さんと久本雅美さんが和派のドラマで共演した時に、90年代の一番最後の方に、まだ全然、ポカスカジャンが無名の時に、ご飯の時間に、お弁当の時間に、ドラムやってんだってって言ったら、やってますって言ったら、こうスティックがこうでさって言って、ね、日野照正さんと一緒にね、ジャズのライブやるぐらいが、一流の、ジャズドラマでもあるから、で、お前らこういう風に工夫しねえとか言って、よく。渡辺さんがアドバイスした。呼ばれて、家にも行って、だから、家族の前で、ライブね、お酒飲みながらご飯食べながらやったり、あそこのリーダーの大久保さんは一人で行って、バーベキューとかね、呼ばれてっていう、そういう。相当、
親しくなったんですね。それも個人的にもあったからドラムすごい辛い辛いと、ね、新聞の見出しに原秀子呆然自失って書いてあって、はい、あの何か彼女としては感じることがあって、なんかいろんな手当てしてたのかどうか知りませんけど、あの行間から読み取るとね、はい、なんか突然そうなったんじゃなくてちょっと心配してたみたいな、それでそれが現実になったんで、もう本当に呆然自失みたいな、あ、まあ、ショックは当然そうなんでしょうけど、まあね、みんな世の中はもう60過ぎると僕も若く見えるけど、うん、ね、当然こう体力的にまず落ちていくわけです。やっぱり健康大切、そうすると気力も慣れてきて、そういうところで このコロナじゃないですか、いろんなこうエアポケットに落ちることはあると思うんですよね、はいはいはい、そんなような状況で多少奥さんも予兆を感じてたところに、よもやまさかみたいなことが実際に起きたんで、はい、まあ、本当にショックで落ち込んだっていうことなんでしょうか ね、うん、もね それその年代のね、他にもいっぱい働き盛りの60代の人って、はい、芸能界多いですけど、はい、なんかそんな手当みたいのなんかこうするようなシステムとか、何かこう人によっては、それをこうなんかこんなことをやって克服してるとか何かあるんですか。なんか自分のこう、うん、ねパワースポット的なものがあるけど、僕なんかそれ、それこそ、たけしさんと上島さんが出てるお笑いウルトラクイズのね、動画だったりするわけですよ。言ってたね、僕がね、落ち込んで俺見てる。自分が若い頃のね、うんうん、優秀も出てるわけですよ。うん、ああ、俺若い頃かっこよかったなとか思いながら。出演してたらしくてね。僕見てなかったけど。それを考えるとね、やっぱりね、孤独が良くないのかな。あ、ね、僕もね、だからね、こう、あんまり飲みに行っちゃいけないというわけじゃないですか。で、飲み屋さんもやってないわけじゃないですか。僕なんか独身だから。はい、そうすると何がすごいって、うちのデスクにやっぱりこう、ね、大して仕事なくても電話するじゃないですか。前は早く帰って終わったけど、うちのデスクはね、我慢強い人が多くて、10分ぐらい僕夜話しちゃいますもんね。何を心配してるの？いやいや、だから聞いてくれるんですよ。まあでも、なんかの時逆に立つようにしてますけどね。うん、その代わり向こうは僕のね、くだらない話も聞いてくれるみたいなね。まあ、本当は家族とかね、顔合わせてたらいいんだけど、外で人と会うことないが大変じゃないかなって、ね、一言じゃないんですけど、本当コロナの今なおさらでね、あとだからそういう思いの丈をこう、まあ、気楽に話せる人というか、うん、まあ大げさに言えば相談できる人というような、はい、そういうつながりがあったかどうかっていうようなこともありますよね、うんうん、いろいろ僕も80になりましたけど、はい、これは女房には言えないけど友達には言えるというのもあるし、あ、ね、また逆もあるしね、だ結構人生長くやってると複雑ですよ、まあ、いろんなところに作っとくしかないですね、うん、こう仕事の友達がいて、で、仕事がなんかね、うまくいかなくて喧嘩しちゃう時もあるし、ね、酒場の友達がいて、ね、そう何にも利益なしとね、だってね、女友達とか言ってもそれが恋愛になって別れちゃったらもう永遠にダメになっちゃうかもしれないわけじゃないですか、ね、それいろいろあるとね、ね、1年ぐらい喧嘩して帰っても付き合ったらもう何にもなかったようにとかね、そういうのありますもんたまに、まあ、先週の上島竜兵さん、今週の渡辺裕之さんということで、まあ一緒にはできませんけどね、はい、だけど年代的にね多少似てるところもあるし、はい、その芸能界ずっと詳しい桑野さんとしてはなんか結構心中複雑なところもあろうかと思うんですよね。複雑ですね、はい、まあ何かそういうところでですね励ますとか、うん、まあ、解決というところまでいかなくてもなんかそんな機能を発揮する人がそばにいるとありがたいですけどね、まあ、そうですね、どちらかというとお二人とも人を励ましたり明るくするそっちの側だったわけですよね。そういう意味ではね、だから励まされてきた人多いと思うんですよ。なるほど、じゃあ一層なほどこと気の毒ですね、喪失感がある方多いと思いますね、はい、そういう方が追い込まれちゃったっていうことがね、うん、いや桑野さんどうもありがとうございました。今日は渡辺裕之さんの情報をですね、小屋の俊也さんに聞きました。ではまた小屋のさんはまた来週。